やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。前回ね、グレイグから逃げるために崖から落ちちゃったところでマルティナにまた助けてられたみたいな感じですね。気がついたのね。外はまだ雨よ。服も濡れているし暖を取りましょう。こんなとこに山小屋があるのは奇跡だよね。君を助けられてよかった。もう二度とあの日のような思いはしたくなかったから。君とデルカダールの姫を救うためエレノア様はおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃったはず。そう、私こそがエレノア様に命を救われたデルカダール王の娘なの。16年前君を抱いたエレノア様に連れられ私はユグノア城を脱出したわ。でも魔物の集団に追い詰められエレノア様は私に君を預けるとおとりとなって私を逃がしてくれた。それなのに魔物に見つかり幼く非力だった私は逃げる途中で川に落ち君を手放してしまった。あのあとロー様に助けられたのが私ではなくせめて君であったならと何度も思ったわ。君とはぐれた後私はロー様と共に故郷のデルカダール王国に向かったわ。お父様に助けを求めようと思ってね。でもお父様は私が死んだと決めつけ勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実から人々の目を遠ざけるように。ロー様はお父様をそそのかしている者が背後にいるはずだとおっしゃっていたわ。お父様を利用しているのは誰なのか真実を明らかにするため私とロー様は旅に出たのよ。でもまさかグレイグが来るとは。もしももう一度襲われたら次は逃げ切れるかどうか。朝になった。雨が上がったようね。とりあえずユグノア城に戻りましょう。戻るんだ。さて、じゃあユグノア城に戻っていきましょうかね。あれね、結構意外と近いとこだったんだよね、ここ。ほら、すぐね、ユグノア城に入るんですけど、ちょっと、ああ、キラキラ撮りたかったのに。出た、グレイグ。やはり、あのようなことで死ぬとは思わなかったぜ、悪魔の子よ。グレイグ、あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても主命を邪魔なさるなら切らねばなりません。グレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ。主君の命令が何よりも優先されるのです。それがダメだよな、こいつな。相変わらずね、グレイグ。
あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。それなら、驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫であられたが、相当な修羅場をくぐり抜けたようですな。ふざけないで、戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり？姫様こそ私を甘く見ておられますぞ。悪魔の子をかばいながら戦うなど少子千万。それで私の剣を裁けるとお思いか？やっ、クリーグ、姫様、今なら、やっ、乗って、振り落とされないように気をつけて。今乗れるんだ。マルティナ姫、あなたは一体デルカダール王の王国のさ、鎧ってめっちゃかっこいいよね。全然違う話だけど。さて、あー、いたいたいた、みんな、よかったよ。見て、君たちもよく逃げたね。無事じゃったか、二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。追ってはやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃな。やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。はるか昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた関心によって滅ぼされたという。その魔物の名はウルノーガ。ウルノーガですよね。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ、はるか昔より暗躍し続ける邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。よいか、この世に生きる全ての者たちのために、お主はウルノーガと戦わなければならぬ。邪心なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは未知にして強大、闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に行かなくては。この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば、大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。ようやく虹色の枝受け取ったよ。長かった。どうだ、何か見えないか？まあそんな簡単には見えないよね。何も見えないって、その枝偽物？まさかあの情報屋にガセネタ掴まされたってこと？ここまで引っ張っといてありえないわ。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、
命の大樹への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ。やっと仲間になりました。これで一応全員なんですよね、パーティーは。マジでマルティナが強いで、ローもね結構強い。まあでもね、あのセーニャがやっぱり強いからローのあれがね薄れちゃうんだけど、オッケー。ではね、二人が仲間になったということで、とりあえずどこに行けばいいんだろうか。まあ進めばいいよね。うん。で、レベルが23だったから、まあちょうどいい平均くらいかな。あ、なんかやっぱあるんだ。おい、枝が。何？あ、ここね。あー、なるほどね。オーブ見つけてこいよっちゅうことね。はあ、なるほど。みんなに見えたね。ちょっと何を今の。私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇、あと6つのオーブも見えたわね。お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば命の大樹への道が開かれるということでは。ピーポーン。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。ね、レッドオーブ持ってるもんね。今見たオーブってこいつのことだよな。デルカダール城から盗んできたこいつにそんな意味があったとはな。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。で、レッドオーブは確かイエローオーブもローが持ってるよね、確かね。ほら、ロー様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。うん、危うく真の価値も分からずロギンに変えるとこじゃったわい。さあ受け取るがいい。祭壇のあった場所は命の大樹の真下、おそらく始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。ああ、そうや、始祖の森だな。道は決まったな。残り4つのオーブを集め、始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。残り4つのオーブ。でも一体どこから探せば。オーブといえば、子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。ブルーオーブっぽいな、それは。とにかく今は手がかりがない。世界中くまなく回って情報を集めるほかなさそうだな。うん、世界中をくまなく回るにはまずソルティコの町にある水門を抜け、外界へと出るのがいいじゃろう。ソルティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。幸いソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため6つのオーブを手に入れ、命の大樹への道を開くのじゃ。ローが入ったことで一気に閉まったね。よし、じゃあ、こっからパンテルか。なるほどね。ダーハルーネに行きゃいいんだよね、とりあえず。ってことだよな。一旦じゃあここで終わっときますか。ではご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。